はい、芸人プロデュースというわけで、企画に来てもらっていますけれども、はい、昨日ね、最後の方にお話ししたのは、時計がどうの、気がついちゃったね、そこ。いや、気がついました。残念だな。残念ってなんですか。ですね、まあ、床が見えるといいよってお話ししたんですけども、同じような理屈でですね、床がどうしてもそこは開けられないと、物を置くしかないんだというような場合もあるわけですよ、うん、でそういう時どうするかっていうと、そこにね、なんか24時間動き続けるものを置くといいっていう考え方があるんですよ。でも室内に置いとくものでね、はい、24時間動くものって何があるって話になるわけ、うん、で動くのが直線的に動かれてしまうと24時間動かないでどっか行っちゃうわけよね。ああ、なるほどね。バーって走ってったらどっか行っちゃうでしょ、はい、だから24時間その部屋の中で動き続けてもらうためには、うん、回転運動してるものじゃないとダメなんですよ、うん、で屋内に置いて違和感がなくて回転するものの筆頭っていうと、うん、時計なんですよ。なるほどね。時計の針はずっと動き続けてるじゃないですか。はいはいはい。だから、実は時計でですね、掛けどころはすごい大事な話なんです。へー、うん、これは下手にその壁の色がどうだのこうだのそんなものにこだわるぐらいだったら、うん、よっぽどですね、掛け時計をどこに掛けると、東西南北のどこに置くんだっていうのはすごく大事な話なんですよ。へー。で、まあアナログの時計ですよね。要するに針のついてる時計で、うん、デジタルではなくて、うん、針が動くところに意味があるわけですよね、うん、で、まあその回転運動だよっていうのを象徴するためにやっぱりフレームは丸いのがいいんですよ、うん、外枠が四角くなってても、まあ、中のこのフレームというか時計は丸になってればいいと、うん、本当は一番いいのは正八角形のモチーフが一番いいんですけどね、うん、まあなかなかないですけども、うん、でまあ丸い時計なら普通こう事務的なのでもよくあったりする、うん、でその場合に運動量が多いってことを考えると、はい、直径がでかいほどやっぱり運動量多いわけですよ。あだから、はいはい、可能な限りでかい掛け時計をそのどっかいい方角に掛けるとずっとそれがこの財運の木をかき回してくれて金回りが良くなるぞと。学校の体育館にあるような時計、そうです、そうです、ああいう感じで、ね、別にその特にこだわりがあるわけじゃないから丸でちゃんと針があって、うん、でそれも長針短針だけじゃなくてね、秒針までついててくれれば秒針一番細かく動いて何回も何回も回ってくれるわけですよ、うん、はい、でそれも可能ならばクォーツで要するにカチカチカチってこうデジタルに行くんじゃなくてスーって動いてくれるやつの方がいいわけですよ。なるほどね、ありますね。そう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 、まあ、そういうのがいいよということになるわけなんですよ。でそれを、木野くんのこのお部屋の場合はですね、はい、私ちゃんと行っていろんなものを測ってますので、はい、実はその部屋はここからまあ中がここ部屋なんですけど、うん、北側の壁ど真ん中のここですよね、うん、ここに、丸い掛け時計をかけると、はい、これが大事なところになります。なるほど、より大きいのです、ね、より大きいやつですね、はい、こんなちっちゃいんじゃやっぱりダメだね。今時計かけてます、うん、かけてますね。どのくらいの大きさのやつ？このぐらいですかね、多分。はい、サイズ的には。それはもしかして100均のやつですか？そうですね。100均で売ってるこのやつね。知ってる知ってる知ってる、はい。プラスチックのこの、はい、あのフレームやつでしょ。でもピンクの可愛いやつ。いやいやいや、可愛いのはどうでもいいから。でもまあいいじゃないですか、そしたら、ね、でもまあもし大きいのをねかけられれば、うん、もっとその方が効果があるので、まあ、せっかく来ていただきましたから、うん、私から後でプレゼントいたします。おっ、ね、いいですか、丸い時計差し上げますので。あれ、ちょっと待ってください、はい、先生、僕に何一つくれるの？どうなってるんですか？そんな先生からプレゼントいただけるの君？いや、ありがたいですね。だって芸人プロデュースだプロデュースしてもらって、ね、そうですね、僕にとってスポンサーなんで。スポンサーじゃないよ、プロデューサーだよ。ちょっと待ってください、僕より僕の方が付き合いは長いですよ。長いですよ。何一つもらったことないですよ。安心してくださいよ、長谷川さん、後で請求しますから。いやいや、僕がお金払うんですか？くれ。どういう状況なんですか？いや、木野くんにはあげるから長谷川さんちょうだい。うん、いやいや、おかしいでしょ。ここで交換してそう、まるで循環してますから。いやでもまあまあね、勉強になったというか、皆さんもね、全然できる。そうですね、ただ問題はそのどこがその部屋にとっていい方位なのかは、うん、それはちょっとね、調べなきゃならない。調べなきゃならないんで、これは床の場合と違ってね、八方位に全部8つかけりゃいいかって、そういう問題じゃないので、ね、
下手な方向にかけるとかえって悪い気を活性化させちゃうことがあるから、うん、あのあだやおろそかに実は置けないんですわ。時計って実は大事なんです。まあ、先生に相談してくればいいですよね。あ、それはそうです。自分の部屋の写真撮ってきたりとか方角行って先生幻覚者の方にあの写真見せてもらうのが一番分かりやすいですね。あの図面は不正確なことが多いし書いてないものも結構あるんですよ。うーん、だからやっぱりこう360度パノラマみたいに写真撮ってもらうとすごく分かりやすいです。いいじゃないですか。ぜひお願いします。はい、はい、ということで、木野さんには開運してもらいたいと思います。はい、はい、木野さんは、ね、今後もまたゲストで、ね、またお呼びいたしますんで、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。